こんにちは。今日の講義は書籍東京改造計画、東京の未来を変える37の提言です。さて、堀江貴文氏によるこの東京改造計画は、2020年7月の東京都知事選を前にして、東京の未来について斬新かつ大胆な提案をまとめた一冊です。堀江氏は経済、教育、社会保障、新型コロナウイルス対策、都政、そして未来の生き方に関する37の具体的な提言を通じて、現在の東京が抱える問題に対して強い危機感を示し、このままではこの国も東京も終わると警告しています。そして未来のために立ち上がろうと強く訴えかけています。まずは経済の分野から見ていきましょう。堀江氏の提言の一つに、本当の渋滞ゼロというものがあります。これは単に渋滞を減らすのではなく、ダイナミックプライシングを導入することで、混雑時には料金を高くし、交通量を調整するというアイデアです。また ETC ゲートをなくし、ゲートレス ETC 化を推進することで、さらに渋滞を解消しようとしています。これにより道路利用の効率化が期待されます。次にパーソナルモビリティの推進です。堀江氏は小型電動車両の利用を促進し、都市部での交通手段の多様化を図ろうとしています。これに関連して満員電車の料金を高く設定することで、利用者が他の交通手段に移行しやすくするという提案もあります。また切符や改札機を廃止し、全てをデジタル化することも挙げられています。これにより利便性が向上し、非接触での交通利用が進むことが期待されます。さらに現金使用禁止令を導入し、東京を完全なキャッシュレス都市にするという提案もあります。これにより取引の透明性が高まり、経済の効率性が向上するとともに、犯罪防止にも寄与するでしょう。東京メトロと都営地下鉄の合併、民営化も提案されており、これにより公共交通機関の運営効率が向上し、サービスの質も向上することが期待されます。 UBER の解禁も堀江氏の重要な提言の一つです。これによりライドシェアの普及が進み、移動手段が多様化し、交通の利便性が向上します。東京の空が空いているという点に着目し、ドローンや小型飛行機による空の交通インフラを整えるという提案もあります。江戸城の再建や VR ライブのインフラ整備など、観光やエンターテインメントの分野にも革新的なアイデアが盛り込まれています。足立区を日本のブルックリンに生まれ変わらせるという提案もあり、地域のブランド力を高めることで地域活性化を図ろうとしています。続いて教育、社会保障の分野です。堀江氏はオンライン授業の推進を強く訴えています。これは新型コロナウイルスの影響で特に重要性が増していますが、オンライン授業の導入により教育の機会が広がり、柔軟な学習が可能になります。また紙の教科書を廃止し、全てデジタル教科書に移行することで、コスト削減と環境負荷の軽減が期待されます。学校解体で子どもを解放するという提案も非常に斬新です。これは従来の学校制度を見直し、より自由で個別化された教育を提供することで、子どもたちの創造性や自主性を育むことを目指しています。正解を教えない教育も堀江氏が提唱する重要な概念です。これにより子どもたちは自分で考え、問題解決能力を身につけることができます。さらに大麻の解禁も提案されています。これは医療用大麻の利用を促進し、また適切な規制の下での娯楽用大麻の利用を認めることで、経済効果や犯罪抑止につなげようとするものです。低用量ピルの普及によって女性の働き方改革を推進し、健康寿命の延伸を図る提案も重要です。高齢化社会に対応し、健康で長生きできる環境を整えることは今後ますます重要となるでしょう。次に新型コロナウイルス対策に関する提言です。堀江氏はストップインフォデミックを掲げ、正確な情報の提供とフェイクニュースの抑制を訴えています。また経済活動の再開を強く求めており、適切な対策を講じつつ経済の活性化を図ることが重要だとしています。都政の改革に関してはネット選挙の導入を提案しています。これにより選挙の透明性が高まり、投票率の向上が期待されます。
QR コードで投票できるシステムの導入や記者会見のオンライン化も、行政の効率化と透明性を高めるための重要な施策です。さらに、図書員の9割をテレワーク化することで、行政の効率化と働き方改革を同時に推進しようとしています。また、英語の公用語化を提案しており、これにより国際化を進め、インバウンド観光を促進することが期待されます。東京都のオール民営化も非常に大胆な提案です。これにより、行政サービスの質が向上し、経済の効率性が高まると考えられます。最後に、東京を世界一の暇つぶし都市にするための提案も注目に値します。リストラ計画や遊び場の増設、生活コストの削減、人生100年時代のコミュニティの構築など、様々な角度から東京の魅力を高めようとしています。都民限定の無料オンラインサロンの導入も、地域コミュニティの活性化に寄与するでしょう。以上のように、堀江貴文氏の東京改造計画には、東京の未来を大きく変えるための大胆で斬新なアイデアが数多く盛り込まれています。これらの提言は実現可能性や社会的な抵抗を考慮しつつも、議論を呼び起こし、東京の未来について深く考えるきっかけとなるでしょう。堀江貴文氏の提案する東京改造計画には、多くの利点や影響が見込まれます。まず、交通の改善が挙げられます。渋滞の解消や公共交通機関の効率化は、東京の生活をより快適にし、時間の節約にもつながります。また、キャッシュレス化やオンライン授業の推進は、便利さや効率性の向上につながるだけでなく、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性もあります。さらに、教育制度の改革や健康寿命の延長、地域コミュニティの活性化など、社会全体の質を向上させる効果が期待されます。この計画が実現すれば、東京はより持続可能な都市となり、国際的な競争力を高めることができるでしょう。また、先進的な取り組みが他の都市や国にも影響を与え、同様の改革が広がる可能性もあります。さらに、多様な生活スタイルや価値観が受け入れられるようになれば、個々人の幸福度や満足度も向上するでしょう。一方で、提案される施策には実現可能性についての懸念もあります。大胆な提案が社会的な抵抗を招く可能性や、技術的な課題があるかもしれません。また、政治的な適用や資金調達などの課題も想定されます。しかし、これらの課題を克服することで、より実現可能な提案を見出し、計画を実行する道が開けるでしょう。東京改造計画が実現すれば、東京の未来はより持続可能で魅力的なものとなるでしょう。経済の発展、社会の活性化、個々人の幸福度の向上など、多くのメリットが生まれることが期待されます。この計画は、東京だけでなく、日本全体の未来にも大きな影響を与える可能性を秘めています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康でなければ、どれだけ知識を蓄えても十分に活かすことができないからです。健康でいることは、心身のパフォーマンスを最大限に引き出し、日々の生活や仕事、学習において最高の結果を得るための基盤です。そんな健康管理を効果的にサポートしてくれるのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。ライザップの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これは、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作るあなただけの専用プログラムで、無理なく継続することができるからです。ライザップでは、1日50分、週に2回という無理のないペースでトレーニングを行います。これにより、忙しい生活の中でも無理なく通うことができ、健康的に理想の体を手に入れることができます。さらに、食生活やメンタルのマネージメントも言ってくれるのがライザップの魅力の一つです。ダイエットというと厳しい食事制限をイメージするかもしれませんが、ライザップでは無理な食事制限を強いることはありません。食べられるダイエットを提案しており、健康的に痩せることができます。これにより、リバウンドしにくい体づくりが可能となります。ライザップでは完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行います。これにより、他の人の目を気にすることなく、集中してトレーニングに取り組むことができます。また、無料カウンセリングも提供しており、自分に合ったプログラムを見つけるためのサポートを受けることができます。
30日間無条件全額返金保証という制度もありますので、万が一結果に満足できない場合でも安心です。この保証はライザップが提供するサービスに対する自信の表れでもあります。ライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスです。マンツーマントレーニングに加えて、食生活やメンタルのマネージメントを通じて総合的な健康をサポートします。テレビ CM で結果にコミットすると話題のライザップですが、実際に多くの人がその効果を実感し理想の体を手に入れています。このようにライザップの特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニング、無理のないペースのトレーニング、無理な食事制限なしの健康的なダイエット、完全個室のプライベート空間、無料カウンセリング、30日間無条件全額返金保証といった点が挙げられます。これらの特徴を生かして多くの人が健康的に美しい体を手に入れ自信を持つことができるのです。ライザップは単なるダイエットプログラムにとどまらず、総合的な健康管理をサポートする存在として多くの人々の生活をより豊かにしています。トレーナーと二人三脚で目標に向かって努力することで確実に結果を出すことができるのです。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。